それではこれからボイボ児童公園を廃止するかどうか話し合いたいと思います。まずは賛否を取ります。廃止に賛成の方、挙手してください。はい、なのだ。公園は僕の家の隣なのだ。あの公園ができてからというもの、毎日毎日ガキどもが騒ぎ散らかしているのだ。クソうるせえのだ。僕の生活はめちゃくちゃなのだ。断固廃止なのだ。賛成はズンダモンさん一人だけですね。それでは廃止に反対の方、挙手してください。はい、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 ズンダモンさん以外の全員ですね。ということで公演は継続させます。ズンダモンさんは我慢してください。ふざけんな、なのだ。他のやつの家は公園から離れているけど、僕の家は公園のすぐ隣なのだ。毎日騒音を浴び続けている僕の身にもなってみろなのだ。と言っていますが、誰か反論はありますか？子供の声を騒音と捉えるのは間違っています。子供は社会の宝物です。あの音が騒音でなくて何なのだ。クソうるせえのだ。騒音ではありません。むしろ幸せな音ではありませんか？ズンダモンさんの感覚は異常です。というわけで、キチガイクレーマーのズンダモンさんは我慢してください。耳栓でもすれば？ふざけんな、なのだ。騒音じゃないと言うなら、お前らの家の庭にでも公園を移転させればいいのだ。嫌です。なんでわざわざそんなことしないといけないんですか？あなた一人が我慢すれば解決することでしょう？費用の問題もあります。別の場所へ移転させるには大金が必要ですね。てめえらが金を出し合えばいいのだ。意味がわかりません。万が一移転させるにしても、費用はズンダモンさんが一人で負担するべきです。なんで僕が金を出すのだ？ズンダモンさん一人のわがままで移転するからです。ズンダモンさん一人が負担して当然です。わがままじゃないのだ。僕は被害者なのだ。それでは多数決を取ります。ズンダモンさんが身勝手なわがままを言っていると思う人は挙手してください。はい、はい、はい、はい。ということでズンダモンさんの訴えは身勝手なわがままであると決まりました。わがままは認められません。ふざけんな、なのだ。まだ言うんですか？民主主義的に決めたことなんだから受け入れてください。これのどこが民主主義なのだ。多数の利益のために一人を犠牲にしているのだ。それのどこが間違っているんですか？あなた一人が我慢すれば子供たちもみんなもハッピーになるのだから、あなたは我慢するべきです。嫌なのだ。僕は何も悪いことをしていないのに、どうして我慢しないといけないのだ。僕は静かに暮らしていただけなのだ。勝手に公園を作ったのはてめえらなのだ。あんなに公園に適した立地は他にありませんし、子供が暮らしやすい街づくりは市長の選挙公約です。嫌ならあなたが引っ越せばいいんじゃないですか？ふざけんな、なのだ。先に住んでいたのは僕なのだ。先とか後とか関係ないです。子供最優先、当然でしょう。さっさとこの町から出て行ってください。迷惑です。ふざけんな、なのだ。100歩譲って僕が引っ越すとしたら、引っ越しにかかる費用はてめえら持ちなのだ。意味がわかりません。どこまでも迷惑な人、子供の敵、社会の敵、老害、悪質クレーマー。それではズンダモンさんの引っ越し費用について多数決を取ります。もういいのだ。あら、ジャージ費で出て行ってくれるんですね。出て行くはずないのだ。公園を廃止すればいいのだ。議長、こんなわからない人とこれ以上話し合っても無駄だと思います。ズンダモンさんをこの町から強制排除するべきだと思います。それでは多数決を取ります。賛成の人は挙手してください。はい、はい、はい、はい。というわけで明日ズンダモンさんの家を取り壊します。
さっさと荷物をまとめて出て行ってください。ふざけんな、ナノダ。これは公的な決定事項です。子供たちを大切に思う市民と正義の勝利ですね。こうしてズンダモンの家は強制的に取り壊されました。住む場所を失ったズンダモンは町から出て行きました。クレーマーのいなくなったボイボ児童公園には平和が訪れ、子供たちの遊び場として末永く愛されました。めでたし、めでたし。